地域高規格道路とは、高規格幹線道路を補完し、地域の自律的発展や地域間の連携を支える道路として整備することが、望ましい路線として建設省、国土交通省により指定された道路である。2003年に、構造要件の見直しが行われ、地域高規格道路の機能は確保しつつ、地域ごとに、弾力的な基準を適用できるようになった。 地域高規格道路は、次のいずれかの機能を有する。連携機能、通勤圏域の拡大や都市と、農産村地域との連帯の強化により、地域集積圏の拡大を図る。交流機能、高規格幹線道路を保管し物資の流通、人の交流の活発化を促し、地域集積圏間の交流を図る。連結機能、空港、 港湾などの広域的交流拠点や地域、開発拠点などと連結する。地域高規格道路の構造要件について、1994年11月1日の建設小通達では、60時速 80km 以上の速度サービス、4車線以上、原則時速 80km の設計速度、すべての交差点は立体交差とする、沿道アクセスは制限する、 極力、自動車専用道路に指定し、歩行者、自転車の侵入の恐れをなくするなどと定められていて、一般道路は除外されていた。その後、2003年5月2日の国土交通省通達により、おおむね時速6 0トル以上のサービス速度、車線数2乗設計速度時速6 0トル以上、平面交差も可能、沿道アクセスも可能、交差点や、 沿道アクセス箇所を除き、本線車道と歩行者や自転車とを構造的に分離するなどに構造要件が緩和され、原道の活用も可能となった。1992年6月22日の道路、審議会検議、今後の道路整備のあり方において、地域高規格道路の導入が必要とされ、これを受けて、第11次道路整備5カ年計画において、その整備が定められた。 1994年12月16日に各地方建設局や都道府県等からの要望に基づいて地域高規格道路として整備を進める妥当性等についての基礎的な調査を行う候補路線107路線地域高規格道路として整備を進める計画路線138路線が指定された。1998年6月16日に第二回指定として 候補路線35路線、計画路線54路線が追加され、第1回指定と合わせて、候補路線110路線、計画路線186路線となった。計画路線の中からルート選定、整備手法、環境影響評価、都市計画等の調査を進める調査区間、事業着手に向けて、環境影響評価手続き、都市計画決定手続き、 予備設計等を進める整備区間を指定している。2004年3月30日付で、調査区間約1 2 0 7トル整備区間2 9 6 9トルとなった。都市圏自動車専用道路として、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、北九州、福岡のそれぞれの都市圏内の都市高速道路及び重要路線が該当する。また、 都市圏自動車専用道路以外でも自動車専用道路の地域高規格道路も存在する。一般道路として整備される路線もあり、原度活用も可能である。また、ランプ等による立体交差平ら構造が取れない場合、速度低下の要因を検証した上で、概ね時速 60km を確保できる場合に、限り、信号等による交差点の設置も可能となっている。 ありがとうございます。